在上海ロシア連邦総領事館は、中華人民共和国の上海市に置かれているロシアの総領事館である。1896年に開設された。1924年5月31日、ソビエト連邦と中華民国の外交関係が樹立された後、在上海ソビエト連邦総領事館として開設。1927年、ソ連が、 北京政府を承認したことにより断交し、再度閉鎖される。その後、1932年に外交関係が再開されると再度開設され、1941年の太平洋戦争で日本軍上海を占領するまでは活動を行っていた。1949年10月1日、毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言すると、 同月3日、両国の外交関係が樹立が樹立され、12月30日には、中華人民共和国の総領事館として再開設された。1953年3月5日、スターリン政去の際には、上海の1600以上の地区から約4万人が、当館に哀悼の意を表した。1950年代後半から、中祖関係が悪化。 1962年9月19日、北京のソ連大使館は、上海とハルピンの領事館の閉鎖を決定するという内容の書簡を中国外交部に送った。閉鎖の理由については、上海にはソ連人がそれほど多くないためと述べている。同年9月28日、領事館は閉鎖され、すべての活動を停止したと発表。11月9日、 領事館の譲渡書に署名。ソ連側が譲渡された建物の返還を求めた場合、中国側が6ヶ月以内に返還するという条件であった。1985年6月、中ロ関係が徐々に改善するにつれ、上海とレニングラードに互いの総領時間を開設することで合意に達した。それに伴い、北京のソ連大使館は、 以前の領事館の建物を返還する要要請。1986年5月14日、中国外交部は上海の主管当局が領事館の敷地をソ連側に譲渡することに決定したことをソ連大使館に報告した。同年8月30日、上海市不動産管理局と北京のソ連大使館が敷地の譲渡場に署名し、譲渡手続きを完了させた。 1989年9月25日、上海市文物保護単位に指定。1991年12月のソビエト連邦の崩壊により、同月28日当時総領事であった、ゲオルギー・ラズモフスキーが、上海市政府外務局長の助長春に、領事館の解明を求める書簡を提出し、在上海ロシア連邦総領事館に解消された。2015年8月、 敷地面積の拡張についての合意がなされた。本校では、ロシア帝国移行について記述する。ありがとうございます。